で、まあ私が先行してやってるって言えば、もう前回の時も私作った動画の中でぶっちぎりの再生回数を誇ったのが靴の動画ですよ。ステップ靴ね、靴ね、あの靴の話ちょっと入っていい？あ、靴、はい、はい、どうぞ。はい、なんかうちの奥さんが、うん、うちの奥さんに言ったんですよ。あ、はいはい、あ、大内さんがなんか靴のアプリでなんか年収1000万なって言って行ったんですよ。そしたらこれとか言ってなんかツイッターでなんか偽物持ってきてました。やっぱり偽物出るんですよこれがね。本物にたどり着かない。で、あのね、これよく見たら、うん、あのなんかステップンで乗り遅れた方はこちら。あ、そうそうそう、はい、いやもうこれ完全レッドオーシャンじゃんと。もう完全にもうね、今偽物のが、ね、花開いてますからね。それ言ったらあかんやつやわ。そう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 。それでね、あのね、私もね、あの嫁にね、嫁にこう、実はこれ靴で歩いてんだっていう話してたんですけど、私も靴のアプリで歩いてるよって言ってたんですよ。それでポイントもらってんだっつってて、なんだと思ったら、なんかこういうアプリがあるそうなんですよね。トリマ。トリマ。これも移動、これ日本のね、普通のアプリなんですけど、これも結構ね、ダウンロード数がすごいっていうことでね、と思って、どんなんのって言ってやってるのを見たんですけど、あの、このポイントみたいなのがたまるんですけど、まあ効率が悪い。いや、ちょっと待ってください。前にもあの思ったんですけど、うん、移動するだけでポイントがたまるのはいいんですけど、うん、これ誰のリソースを食ってんですか？ね、これで、ここちらっとあるんですけど、これ下15ポイント獲得ってあるじゃないですか。うん、でこの60ポイントプラスなはにゃ獲得、これランダムでなんかこうガチャなんですよこれ。ただそのためにはこの動画を見てってなってるんですよね。あ、広告か。そう、この動画を。だからなんかね、ずっとねスマホ握っていつまでもなんかどうでもいい広告をずっと鳴らしてるのがいて、いつまで見てんの？何やってんのって言ったら、これあれですね。ポイントサイトと同じですね。全くもう昔のあのクリックして1円の進化版なんですよ。そうですね。そうですね。あれ一日中、あの昔一日中叩いてる人がいて、うん、友達でいて、うん、いやもうそれ一日叩いてなんぼになんねんとか言って、うん、いやなんか。うん10円とか、うん、うん、100円ぐらいかなとか言うから、いやじゃあ缶コーヒーおごったるわって言ったことあるんですよ。それでこのレビューとかのポイントがあったんですけど、そういうことね。リソースはそっから来てるんですね。こう理論上は1日460回の動画を視聴可能じゃなくて、広告を1日460再生するなと思って、これが30秒から1分ぐらいあるんで、もうそれぐらい、それぐらいやってって。まあ、あと普通のサラリーマン。ステップンやってたらバカらしくてやってられんでしょうって言ってんですよ。それはこのアプリの話ですね。そう。これで平均的にやったら、次500円分のポイントは稼げるみたいな。500円ですかみたいな。ステップンやってたらいい。それは大内さん、ステップンやってるから。そうそう。それで嫁にそんな話をして紹介したら、もう私にやらせよと。歩かせろと。というわけで、私今、もう嫁に靴を渡して、今、夫婦で。あ、もう引退、引退まで。引退、こいつはもう、こいつもう終わってます。ポイスに投げ捨ててます。なるほど。じゃあ次のやつ行くんですね。というわけで、まあ、要は、二人で今、ステップンをやってるわけですよね、歩いてる。なるほど。次のなんか面白いのを見つけたら教えてください。ああ、次のなんですけど、ネクスト。次あるんですか？ネクストステップは何だっていうふうに、まあ、言われてたわけなんですよ。まあね。あのね、そのね、ネクスト版ってね、十中八九外れるじゃないですか。外れです。みんな探してたんですよ。探してたんです。あっちゃこっちゃみんな行って、俺は作る、俺が見つけたみたいなこと言ったんですけど、実はね、はい、まさか意外なところにあったんですよ。したら、意外なところ。そう。実はステップンって、まあ、ソルっていう仮想通貨を使って、あの、ソラナチェーン上で動いてる、こう、はいはい、NFT とかでやってくるなって言ってました。実はちょっとバージョンアップしまして、バイナンスチェーンっていう、BNB って。バイナンス取引所ってことですか？バイナンスが作って開発したバイナンスチェーンっていう、また別なブロックチェーンっていうかね、チェーンがあって、そこで動く、まあ、要は世界線の別世界が、平行世界が生まれたんですよ。なるほど。そしたら、あの、そっちの方って、初っ端、靴
も少なくてやる人も少なかったもんだから、そっちの世界の靴の値段が爆上がりしたんですね。おだからもともとソル版で、まあ、一足10万ですわなーなんつったのがいきなりなんか、ね、20万とか30万とかで始まって2、3倍になったんですね。そう、そんで稼げる GST ってやつも実は世界線が違うから違うんです。同じ GST なんだけど、こっちソラナ版 GST とこっち BNP 版、ね、BSC 版っていうのが出て、今なんですけど、あの5倍以上の、5倍とか4倍とかの差がついてるんですね。あ、なので同じ風に歩いても、あのその BS、まあ、バイナンスチェーン版でやると死ぬほど稼げるっていう状況が出てきて、あ、得られるリソースが多いんですね。そうなんですよ。なのでそれが私、そのみんなにバレる前に一足だけ靴を変えてたんですよ。そのバイナンス版、それは一足だけ、うん、あの虎の子があったってこと。虎の子で買ってて、まだバレてない、あんまりバレてない時に、その時だと 4BNB とかだから、それで400ドルぐらいだったから、まあ、ね、4万円ぐらい、4万じゃないですね、 4BNB の400ドルだから、それの130だと、それもう20万ぐらいですね。それでも、その時点でも、一足？それでも20万ぐらいだったんですけど、一足ね。一足ね。今はもう、一時すごい、ね、100万、200万ぐらいに価値になったんですけど、今は62万ぐらいかな、最安で。あ、それぐらいまで急にね、ぶち上がったっていう、要は、ソラナの。そう、靴の、ステップンの別世界が、ネクストステップンだったっていうねものになってて、なんで私本当は私その BNAB のそっちの靴を 2足とか3足とか買って、その靴をミントっていうのにして増やしてっていう風にやろうと思ってたんですけど、1足買ったところでみんなにバレちゃってギュンと値段が上げちゃって買えなくなっちゃったんですけど、あ、まだ、じゃあ、要は、流行る前にやっちゃったって、流行る前に持ってたんだけど、そろそろやろうかって言ったら、もう流行っちゃった、うん。もう流行っちゃったんです。流行っちゃった。もう、お金持ちが、わさがわさがやってきちゃったんですよ。靴一足に20万とか、30万、50万とか、100万とかぶち込める人たちが。なので、まあまあまあ、いますよね、そういう層ね。そうなんですよ。だから、今は、その、ソラナ版のところには、まあ、それなりの、まあ普通の人たちがいて、その BNB チェーンの方にはもうめちゃめちゃ金持ちの人たちがわさわさいるっていうね。あ、ね。で、そのステップなんですけど、今日まさにですね、あの暴落が来ました。今日まさにステップン暴落ですね。あ、これまあ、もう一波終わったってこと。そうなんですよ。これ私がこの間なんか、ね、調子乗ってブイブイ言ってた時って、なんかもう7ドルとか8ドルとかね、なんかそれぐらいしてたんですけど、今もう4ドル割って3ドル台ね、いってますから。じゃあ、適正価格に戻りますか。そう、だからこの辺で、いやーっていうのが、なんか話に YouTube 見てすごいぞーって言って入ってきた人たちは今、偉い目に。稲子組がちょっと今やられて、焼けてるっていう状態ですね。そりゃそうなりますよね。まあ、それはそう、そんなもんじゃないですか。またどっかでこう、コツコツ波できてくるから、それはそれなりですか。ね、この辺の価格で元が取れるぞっていう感じで靴買ったりしてた人たちが、わわわわわわっていう感じで ね、うん、靴半値になったとか、3分の1になったとかっていう、そういう話ですね。そうなんです。で、これ覚えておいてですね、この4、3ドルとか4ドルっていうのは。これがですね、この BNB チェーンって、BSC ってまあ言われるんですけど、これが18ドルですね。今、この順段階で。同じなんですか？結局同じ風に歩いても、これぐらいなんですけど、ただこれ昨日か一昨日かって40ドルとか超えてたんですよ。ああ、それあのあれじゃないですか、その、うん、で、あの倍、違う、時価総額的に少ないんじゃないですか。まあ、あの本当にね、まだこの靴履いて歩けるって人たちは本当の、そう、ね、100万200万数千人とか、うん、そういう世界なんですよね。なので、そしてちょうどこの一昨日ぐらいの時に、そのちょっとアプリのメンテナンスが入って、その稼いだ GST が売れないっていう一日があったんですよ、はい、そしたらもう死ぬほどどんどん上がってって、
ほんで、買い売れるようになったよってメンテナンスが終わったら急に下がってきたのと、ここ最近のビットコインの下落とかっていうので、一気に巻き込まれて、一気に半分以下。ここ2、3日のなんか仮想通貨落ち、ちょっと ひどいですね。ね、そうそうそう。うん、もうなんかでかいやつだって 40% ぐらいやられてますよね。うん、そうなんですよ。でね、そういうのがあってきて、まあ、人波。とりあえずピークアウトっていうのは起こったなって。で、でなんですけど、まあまたね、私、まあただこんな金額になったとしてもですよ。私ね、今、だいたい1日 60GST ぐらい稼げるわけなんですね。なるほど。まあ、うん、まあコストを引っ越して。それが18ドル。なんで130円、1ドルね。うん、そうすると、1日何万円になるかっていうと、一番、現段階で14万円になるわけですよ。1日1日ですね。電卓叩かないじゃないですか。1日14万円。ざっくり、1日14万円になっちゃうわけですね。350日でかけると、もう、5000万です。年収5000万レベルで、下がったのにです。動画再生数が上がるんじゃないですか。ね、これね、つい昨日とかここら辺で計算したらもうとんでもないことになっちゃいますよ。歩くだけで奥ですか？奥ですね。いや言ってた時期が、いやー恐ろしいっていうかね。これは、ね、しかも私、羽山さんすげえ言ってた。すげえ。これしかもこれ私ギリギリ一足変えただけですから、他の人たちっていうか、ほんと早い人たちは2足3足って買って、さらにそれをミントして、靴を作って売ってみたいなことすると、この靴がもうそれこそ100万、200万ぐらいの値段になってたわけですよ。このピークの。で、今度それを貸して歩いてもらうわけですよね。その貸して歩くっていうのはまだね、サービス始まってないけど、おいおいやるってんで。それってあれなんですか、誰のリソースなんですか？もう、要はこういうところに、入ってくる人、後から来る人のリスク。後来る人たちが俺が靴買う、俺が靴買うって。もう、これ、ね、そろばん弾いて。って言われるんじゃないですか。そうそう。そういうことなんです。いや、でもまあ、いいんじゃないですか。半年続くだけで1000万、2000万なるわけですね。うん、そう。そしてそのアプリブームが。そう。なんでこの GST、GST っていうのが買われるのかっていうところが問題なんですよ、そもそも。なぜ買うのかっていうと、その靴のレベルを上げるのにどうしても必要だからって。そうです。そして。なんか、要はうまく作ってあるんですよね。社交心を煽るように、うん。社交心っていうかもう、私も本来ならば、どんどんお金に変えてって、貯めていかなきゃいけないわけですよ。要は円に変えるなりドルに変えるなりして、ちゃんと現実世界に持ってこないとダメなんですね。そう、持ち込めばいいんだって、持ち込めばいいんだって、持ち込まなきゃいけないんだって思いながら、いつまでも靴をレベルアップさせてるっていう、この魅力。それね、私のさっき言ったヨドバシのポイントと全く、そう、同じですよ。全く同じ。要はね、半分だけってやると、ちょっとなんかもったいない気するんですよ。もったいないですよ。だって、売ってしまったあいつがあれば、もう一回、この靴レベルアップできて、この靴のレベルアップすると、マーケットとか行くと、大体相場がわかるんですけど、こんなに値上がりするわ、とかって言ってると、いつまでも売れなくて、っていうことで、要は需要と供給の、この勢いがこのグラフに出てるわけですよ、ね。前にね、大内さんなんか海外の人になんか、プレイしてもらうアプリやってた。アクシーインフィニティっていうね、あれはどうなったんですか？あれはもうほぼかなりピークなってる、もう、うわーってもうグラフがこう。もうオワコン化しちゃった。オワコン化してます。やっぱりそうやって、あれピークあったんですか？ピークありましたよ。ありました。じゃあそれと同じぐらいでこれもピークアウトします。と思う、思うでしょ？やっぱりこのステップを作ってるところは、そのアクシーインフィニティがなぜダメだったかをすごく研究してるんですね。じゃあ3倍はいけるってことですか？その時間的に自分もアクシーはやってたんですよ。やってて、はい、もうつらかったんですわ。ゲームやるのが。だって、一生懸命やってポイントはもらえるんだけど、そのポイントの使い道がほぼなかったんですよね。なるほど。本当は、それをポイントを使って、さらにキャラクターを増やしてとか、なんか、いろいろあるんですけど、そんなことするメリットもあんまりなかったし、
だった、うん、それでなるべくお金をもうそのたまった SLP とかっていうのをもうドルとかに変えてった方がいいわっていうような、そしてなんか次この機能来るよこの機能来るよって言いながらなんか何ヶ月経っても何にも始まんなかったんですよ。ああ、うん、なんかいろいろねなんか土地みたいなの作ってそこにアクシーを住まわせてなんかそこで稼ぐよとか。それって別会社ですよね。全然別会社です、ね、あのね別会社のその最初の方はねもう儲けるだけ儲けてもうどうでもよくなったじゃないですか、ね、じゃないかなと思うんですよね。ありえますよね。ありえますね。なんか多分内部で、ね、内部でごたごたって多分お金の魔力でごたごたっとしたんじゃないかなと思います。そうですよね。いやだってそこそこお金持ったらもうどうでもよくなるじゃないですか。 その後のもう一吹き上げとか、うん、そうよっぽどその執着ないと続けられない状態なんでしょうか、うん、そうなんですよ。なのでその辺で全然こう進まなくて未だに多分進んでないのがそう失望っていうのが出たんですけどね。なるほど。で次のやつに乗り換えが始まるんですね、うん、ね。でこのステップンはあのその辺の反省っていうのがあるのかわかんないですけど、あのベンチャーキャピタルとか、まあ、出資してる会社さんたちが、まあ、いっぱいいるわけですよ。そのステップンに当然ながら、そしてそのステップの中の、これはまあ GST ですけど、もう一つ GMT っていうまた別のコインがあるんですね、トークンが。なるほど、うん、そっちがこの2つのトークンがこううまいことを使っていくっていう、まあ、ゲームなんですけど、その GMT をそのベンチャーキャピタルにはドカッともう発行するっていうか発行する約束ができてるわけですよね。あ、なるほど。それがその人たちがその GMT のロックアップが外れる、つまり売れるっていうのには2年ってもうすでに期間が決まってるんですよ。だから何が何でも2年間は好調子を残しとかないともうベンチャー、うん、その怒られるっていう図式と、自分たちもそのクリエイターたちもその2年間ロックアップされた GMT を持ってるんで、なんとかして値上げをしていかなきゃいけないっていう動機があるんですね。ああそう、というわけで長生きしやすいんじゃないかっていうのがこのステップなのでね、いろいろバックで今1回目の暴落が来て、そう1回目の暴落が来ました、ね、なのでちょっとこれねおかしいんですよ本当に。自分大内が一足買ってるだけで1億稼げそうな勢いっていうのがのまで言ってたからちょっとおかしいっていうか ね、 なるほどね、うん、今ですらおかしいんですよ。今ですらおかしいんです、うん、だって結局どっかからリソース持ってこなきゃいけないわけ、うん、そうそうそう、だからこれを持ってそこが問題ですよね、うん、ね、そう、これをどうやっていくかっていうのね、その今だとこの GST と GMT って2つのコイントークンがあるんですけど、それをゲーム内でどういうふうに消費させるかっていうのをルールを今運営がなんかコロコロ変えてるんですね。最初はこの GST だけ使えばレベルアップできるよってしてたのが、この GMT も使わないとその辺のバランスもこう変えますって急に変えてくるんですよ。それでこう常に長生きするしやすいようにっていうのをずっと繰り返してるんですね。なのでこれそれが入ると本当に急に上がったり下がったりします。なるほど、というわけで、でタイミングで売り抜けるなんて無理なんですよ。あの私は、ね、なので私は多分売り抜けるのは無理って。あのね、前にね、うん、私ね、うん、ノアコインかなんか。あ、ありましたね。ノアコインありましたね。あれもね、一瞬だけ売り抜けるチャンスあったんですよ。うん、そのヒゲがね。はい。数時間なのか、分なのか、もう覚えてないですけど、うん、そのぐらいのタイミングしかないんですよ。うん、要は、あの、何でしたっけ、あの、うん、個別株やってても指値入れとかないと絶対に取れないなっていう価格ってあるじゃないですか、はい、その瞬間その秒単位のその瞬間にそこを指してないとダメだみたいな、はい、うん、そういうことになりやすいですよね。うん、そうそうそう、そうね。なのでまあこの辺はね、もうこういう上ヒゲっていうかね、とんでもない 50% レベルで上下するっていうのはもう受け入れながらやっていくしかないかな。楽しんでいくと。楽しんでいくって。でまさに今日今暴落してるんで、あの、ちょっとあんま気分がよろしくない。気分は別にいいんです。だって俺、もうだって GST 貯めてレベルアップさせることしか考えてないですまず貯めるっていうこと。あの、そう、レベルアップして稼げる体制を作ってる途中だったから、逆にこうね下がって。んでだから今までこう高くてやり始められなかったなっていうのは、まさにこのねチャンスなんですよ。
今実は。ああそういうことか。今、うん、暴落とか下がってちょっと、うん、そうあのハードル下がったから、うん、あのレッドスネークカモンみたいな。レッドスネークカモンです。だって今ほんの1日2日前その BNB 版の靴なんて100万とか200万って最低価格ですよ、はいはいはい、だったのが、ね、100万切ってるわけですから、あの頃知ってるとうじるる お買い得やわとかっていう感じなんですよね。おかしくない、もう壊れてるんですよ。完全に。まあ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 、まあ、そんなもんですよ、うん、そう、なんかこれが金持ちの世界かとちょっと なんか変な、なるほど、変な気分に今浸ってる状態です ね、 ね、だって歩いただけでなんか時価総額20なんか十何万とかね、なんか増えてって、うんで、ああ100万靴割ったんか安いなとか言い出してるんです。おかしいなんですよ ね。そう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 。まあそんなことが、まあ、ありました、 あったよってね。これがね、この動画また切って編集してる間にはまたガラッと変わってると思うんで、まあまあ上がるか下がるか、まあ、うんうん、そうそう、どっちか来るんでしょうね。ね、そうそう、まあ、いやいいんじゃないですか、うん、やり始めるなら今がお得だけど、まあ、うん、ね、なので私はちょっとコツコツやっていこうかなって感じでいます。